5番レフト筒香嘉智です。筒香はね、いや正直4番に置こうか本当にここ悩みました。4号で本当に悩みました。変な話、右左右で筒香が4番に来る左右になってたんでバランスいいなと思ったんですけど、やっぱねこの村田選手が打ってる時に筒香選手が多分入ってきてそこから育ってって、で村田選手が抜けてそこから筒香選手がもうブレイクしてみたいな形だったと思うんですよ、大まかに言うと。っていう中でやっぱどうしてもやっぱり僕が見てる中ではこの3、4、5の並びを見てみたかったっていう思いを込めて、この高橋優斗的 DeNA ベスト9の中には実現させていただきましたね。これは楽しかったな、僕は。6番ライト梶谷隆之。梶谷選手、今巨人ですけどね、ちょっと怪我しちゃって昨年はありましたけど、このね、やっぱね野球センス半端なくないですか。もう守備も内野手もやって外野手もやって、でクリーンアップってホームランバッターになったかと思えば盗塁して首位打者争いしてみたいなめちゃめちゃですよね本当に。このしかも内角のさばきとかも素晴らしいし。7番セカンド牧くんですよ。牧さん、神奈川の牧さんですよ。もうスラムダンクとね勘違いしてる方もいらっしゃると思いますけど、でもねやっぱりね牧選手はもう今年はもうベイスターズにもう4番って言われてますからね、もうすでに明言されてますから。楽天の浅村選手みたいなセカンドっていうか、4番のセカンドとか超かっこよくないですか。そういう意味も込めて、いやこれからどんどんもうベイスターズだけじゃなくて球界を引っ張っていく選手になるっていうことも込めて、牧選手を選ばせていただきました。8番 DH 。オースティン。ここはね迷ったんですよ。またブランコとかラミレスとかで、そこハーパーとかいましたからね、ストレッチとかモーガンとかいたんで、やっぱ助っ人外国人選手一人入れたいなと思ったんですけど、もういろんなの考えました本当に。いやブランコもやって開幕からね4番でホームラン打ちまくって夢見させてくれましたし、まあまあまあハーパーとかもね、僕ハーパーの時って僕見に行ってたら全部ハーパーホームラン打ってたんですよ。そのぐらいやっぱ思い出もあるし、モーガンもねこうやってやってかっこよかったしあったんですけど、やっぱオースティン最強でしょ。アメリカの代表4番ですよが移籍しちゃうかもしれないでビクビクしたら今年も残ってくれたんですよ。あんな選手いないでしょ普通。9番キャッチャー谷繁さんです。谷繁さん正直ベイスターズのユニフォーム着てるのは見たことないです。でも中日として見てました。もうその時からあこの人ベイスターズにいたんだと思って、もう信じられなかったわけですよ。でもやっぱ映像とか見て1998年の映像とか見るといるなみたいなっていうのがあって、まあ正直だから、まあ、相川さんとかいますしね、そっからもうザ・正捕手って人がいるイメージがあんまりないんですよ。だちょっと早く谷繁さんに次ぐ2世が出てきていただきたいなと思いながら、今ねいろんなキャッチャー今育ってきてベイスターズ、そうです山本選手とかも筆頭じゃないですか。山本選手とか、まあ、飛ばしてる選手も今年打撃いいし、峰井さんもホームラン打ってるし、伊藤選手もやっぱベテランですから、やっぱりでもここのやっぱ谷繁選手ちょっとどうしても越せなかったですねっていうので、谷繁選手選ばせていただきました。選抜これはもうそうですよ。中居正広のプロ野球魂絶対見てね。